ナンバーアイ大好き、まいこでーす。無事に3日間の公演を終えられて、見てこれ、新聞こんなに特大に扱ってくれんの。スポーツ新聞そんな買うタイプじゃないから、普段この横向きに、なんていうの、縦でバンみたいなのは結構見たことあったんだけど、こう横にこうバンって結構使ってくれるパターンもあるんだね。やっぱ話題性があるからこんだけ大きく取り扱ってくれてるんだろうなって、まあ、この3日間の間に3つ、まあ、ちょっと自己的に4つ発表があったとかないとか。まずは初日にファンネームアイニーズが発表されたんだよね。あ、どうも改めましてアイニーズのまいこでーす。いや、むっちゃ可愛い名前になってさ、嬉しくない？まあなんかいろんな意味合いがあるみたいなんですけど、今日ちょっと初日の参戦レポをしていこうと思うんで、その中でまたちゃんとお話ししますね。で、2日目、あ、2日目違うわ、3日目の夜公演にアルバムナンバーワンの発売とツアーの発表がされたんだよね。これは嬉しい、これは歓喜ですわ。新聞にも書かれてるもん、アイリーズ歓喜、初単独ライブ最終日にサプライズ発表つって。もう一つの発表というか、正式じゃないんだけど、翔くんが今日 DVD の撮影入ってますみたいなおっしゃってて、ダブルユータめちゃめちゃ笑うみたいなおそらく言ってはいけない内容だったのかもしれないし、よくわからないから円盤化の発表があったらいいなぐらい待っていられたらなと思ってるんですけど、早速ね、初日の参戦レポしていきたいと思います。いやさ、当日さ、この T シャツにシューンって T シャツ目をメモしちゃってたから、すっごい焦ったんだけど、取れた、マジありがとう神って感じ。実は背中にもちょっと書いちゃってたし、腕とかもめっちゃ書いてたし、ここにもついてたわ早速6月18日昼公演参戦してまいりましたので、レポをお届けしていきたいと思います。初日本当に雨すごくて、結構注意散漫すぎてさ、 Vlog とかもちょっと雰囲気ちゃんとお伝えできてるのかなみたいな不安でいっぱいだったんだけど、まあ、一旦ね、私が見て覚えてメモしたことをお伝えしていけたらなと思います。で、今回もまず入場するとき2 Heroes のときと同じでスタンプ制だったんだよね。まあ、最初の画面は自分がどの入り口から入場したらいいかっていう表示しか書かれてないんだけど、スタンプをされたら座席が発表みたいな感じなんだけど、私がいた席はメインステージの正面で3階の2列目、まあ、一瞬さ、3階って言ったらちょっと絶望的な数字に聞こえがちなんだけど、あれ2列目だったからかな、結構見やすかった。で、ムービングステージ、ムビステ使ってくれてたから移動してきてくれるんだよね、遠くまで。だからさ、表情とかもちゃんと見えてすっごい興奮できちゃう、ヒューってなるもん。でさ、以前私イマチが出演されたクロスボリューム2っていうのでアリーナも行ったことあるんだけど、アリーナ側って多分こうちょっとステージ見上げる感じだと思うんだよね。だから2階以降って見下ろす形になってんのかな。あれ2階ってどこにあった、ナンバーアイと目線が一緒ってことどうだったんだ、ちょっと気になる。もう私途中から自分2階だと思ってたもん、なんか近くに感じてで、まず会場に入るじゃん、なんか全体が真っ青な照明だったと思う。で、ステージに目を向けて一番に入ってくるのはセンターステージ、ど真ん中に盆栽らしき木、じゃ盆栽がよくわかんないんだけど、すごい変わった特徴の、ちょ、私あんま絵描けないわ、もうちょっと枝長かったかもしれないけど、こんなようなさ、立ってるみたいな木でも誰かの動画で映ってるかも。なんかそれもさ、ど真ん中にドーンってあるわけじゃなくって、ステージの左端にこうセッティングされてる感じだったんだよね。だからもうそれ見た瞬間に、あそこのステージでボンとか踊るのかなみたいな想像が一気に膨らんじゃって、まあ、でも浅はかな想像だったと思って、もう多分ね、これもそこも計算済みだったと思う、人の想像を誘導してたと思うんだよね。なぜならそれも後で話すけど、まあ、一旦そのステージの様子を伝えると、メインステージのモニターにナンバリングっていうロゴが出てて表示されてて、で、頭上にもね、四方各角っこにモニターが設置されてて、そこにもナンバリングのロゴが映し出されてたんだけど、そこがね、たまにね、撮影していいタイミングがあるよみたいなお知らせがされてたの。
もうそれ見た瞬間すぐねスマホ常備したよね。で開演自体が13時30分だったんだけど、まあ、数分前ぐらいかな、本日はナンバリングにお越しいただきありがとうございますみたいなアナウンスが入って注意事項の説明してくれてたんだけど、もうそれ自体がさ始まるみたいな気持ちをかき立ててくるよね。もうその頃にはね会場全体が、まあ、各々の推しの面からにペンライト変えてて、もうその景色がすっごい綺麗だった。で始まるタイミングで多分モニターのところにカメラ撮影して OK ですよみたいな表示が出たから、もう慌てちゃって、最初ボンのイントロが流れたんだよ。だから一曲目ボンだみたいな気持ちになったんだけど、徐々に音にも変化が出てきて、なんか照明の機材が移動したりとか、そっから花吹雪が落ちてきたりとか、レーザービームが始まったりとかして、え、何、どういうことみたいな、客席からもキャーとかなるから、え、何何、そっちなんか見えてんのみたいな、こっちまだ何も見えてない、何みたいな、ずっとこう演出に翻弄し続けられて、勝手に想像してたその盆栽セットセンターステージがさ割れて中に収納されてったんだけど、これびっくりしたよね。え、そこで歌うんじゃないのみたいないやもうほんと結構考えられた演出だと思う。本当に緻密に計算されてると思う。もう徐々に徐々にこう人のボルテージを上げてくれる演出だったから、ほんとすごかった。だってさ、ご本人たちがそこに出てきてないのにもかかわらず、多分みんなあの段階ですごい興奮状態になったと思うんだよね。もうその時点でこのライブ成功みたいなもう本当にワクワクの絶頂で登場みたいな。で私はもう本当さ興奮状態だったから全然そういうことに気がつかなかったんだけど、やっぱ自分が見逃してる部分もあるんじゃないかと思って、もう帰ってきてからもう速攻 X のポストとかさ見回るじゃん。そしたらなんか、うわちゃんと見てるって思ったのか、なんか照明がね青紫赤の順番に変わって、そこからセンターステージの盆栽が収納されていったって言ってる方がいて、すごいそれどころじゃなかった私みたいなだからそうらしいよ。で登場シーンはやっぱナンバリングっていうだけあって、リングの上に乗って登場したんだよね。リングが一瞬赤く光ったと思ったら、わーって白くなって発光して、オッケーコンプレックス、オケコンを一曲目に歌ってくれたんだよね。多分ね最初3人横並びで歌ってたと思うんだよね。でもコンプレックスコンプレックスコンプレックスってなるとこあるじゃん、あそこのところで多分3人がそれぞれの配置についたと思うの。その瞬間スッって音が止まって、黄色い光みたいのを3人がそれぞれ浴びてでそのリングが上にこう浮上していって左右にこう傾くわけ。大丈夫怖いみたいな気持ちもありつつ、すげえみたいな、もうそれだけでもさすごいことやってるって感じなのに、その一人一人の間から炎わーって出て、大丈夫みたいな。だから私が思うに、登場みんなサングラスだったの、サングラス登場だったの。もうもちろんかっこよかったんだけど、その姿も多分あれ炎が目に入らないようにだと思ってる。だってすっごい至近距離の炎だったもん。絶対暑いと思う。てかむしろ暑いって言ってたって、3日目かなんかに。なんかファンの人たちにすごいものを見せるんだっていう気合がもう1曲目に詰まってた。だってその後帝劇みたいなさフライングも見せてくれたんだよ。で翔くんの高速回転、いや1曲に詰め込みすぎでしょ、すごいけど。で2曲目に富士を歌ってくれるんだけど、ここでフリーラップがあるの。翔くん、金志くん、仁くんの順番であって、この日さファンネームが発表になったじゃん。でこの時誰も知らないんだよね。だから知らないのに翔くん呼んでたんだよ、ここで。 Yo, I is 俺らがナンバーアイ、何も気づかなかった。なんかすごいかっこいい英語を喋り出してるみたいななんか後で知れるっていうのもまた面白いね。でこの富士の歌詞、翔くん帰ってきました、足腰鍛え上げて今会いに行く、ここを会いに来たぜに変えてくるっていうね、さすがですわ。で3曲目はゴートだったんだけど、やっぱゴートで一緒に歌って踊ってもうテンション上がるよね。もうその後全部楽しい、ハイになっちゃってるからこっちでこの後に軽く MC があって、盛り上がってますか、俺たちがナンバーアイでーすって挨拶があって、すぐに翔くんが倒れ込む。ですかさずジンくん、これが腰から崩れ落ちる平野翔でーすって紹介があって翔くん会えたねーって、4階の皆さんちゃんと見えてるからねって
3回、4回、だいぶ近いね。体調どうですかって聞いてて、岸くんが、おそらくいい感じって答えてくれてた。で、ジンくんが、あ、忘れてた。ごめんなさい。皆さん本日はお足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。ジェントルマンとしてあるまじき。ごめんなさいね。って言ってた。で、外が雨だねっていう話で、岸くんが雨男だから、みたいな。それに対して岸くん、あんなにね、自分で雨男公言してきたのに、違うよ俺だけのせいじゃないよ、この規模はって言ってて。岸くんだよみたいな。違うよみたいな。ちょっと小競り合いもありーの。大事な日は必ず雨だからね、俺らって岸くんが言ったら、俺らって言われてて。まあ、でも岸くんはね、記念に残りますからって言ってた。ほんとそう。で、ジンくんはさ、定番の、夢の国10回中10回雨だもんねっていうのも添えてくれてて。全部雨降ってて、僕たちらしいスタート切れてますからって言ってた。で、翔くんが、かっこいい俺たち撮れてるって聞いてくれて、撮れてるって反応だったのかな？結構マジかもって言ってて、どういうリアクションなのかなって思ってたんだけど、で、ジンくんがさりげなく、じゃあスマホはしまってくださいね、みたいな促しをしてくれて、なんかこういう風に喋る機会なかったよね。で、翔くんも、なかった。前回も喋れなかったし、って言って、トゥーヒーローズのことを多分言ってて、やっとだね。みんなと喋りたかったよ。これから話しますんで、トーク。そしたら岸くんが、聞いてください、って言って。で、私もね、ちょっとなんか、曲振りみたいな、聞いてくださいだなって一瞬思った。そしたらジンくんすかさずに、聞いてください、トーク。って言って、爆笑かっさらってた。で、岸くんが、曲振りみたいなって笑ってて、それも込みで好きだった。で、翔くんが、初めて僕たち見たよって人。そしたら結構手が上がってて、こんなにいんの？みたいな3人驚いてて。会ったの初めて？見たの初めて？なんだ知らない人じゃんって翔くん言ってた。で、逆に、今日知ったよって人って聞いたら、あ、いらっしゃったって言っていたんだけど。本当？どうも、ナンバーアイです。お見知りおきよって言ってた。で、来たことあるよって人、ドーム来たよみたいな。声かけもしてくれて、結構いるよともなってた。で、このさ、自分がメモった文字が読めない。あんまり差し上げると怖い。うちはあんまり上げると怖いってこと？あ、なんだっけ、なんか言ってた。まあ、とにかく皆さんのことちゃんと見えてますよ。スタンド席は4階まであるんだよね。ちゃんと見えてますよ、みたいな話とか、男の人も結構来てくださってって言ったら、あーみたいな声を出した方もいらっしゃって、改めて3人から、男性の声聞かせてって言って、あーみたいになって、続けざまに、岸くん楽しんでるって言ったら、岸くんがマイクで、あーって言ってて、翔くんには罰ゲームの時の声じゃん。ジンくんにはビリビリペンじゃん。で、翔くんが、岸くんに負けてます。で、岸くんは、同じくらいかなって。で、ちっちゃい子、どこだーみたいな、翔くんが言って、見えるかな大丈夫かーみたいな声掛けもしてあげてて、この両サイドに、おっきい俺たちいるからーって言ってあげてた。で、今回の会場、有明アリーナ、ナンバーアイの3人も初めて来るから、トイレどこだとか、迷ってるみたいな話してた。で、来たことある人いるって聞いてて、普段は結構スポーツとかやってんだよねみたいな話から、どんなスポーツだろう、何できたみたいなことをお客さんに聞いてくれて、バレーみたいな、バレーね、バスケねみたいな、で何できたのって聞いた方が、野球って答えて、狭くねみたいな。で、岸くんはマジですか、で、なんかその有明アリーナが歓声が響くように作られてるんだよねって話されてて、足りないけどって言ってた。でも私さ、メモをしてないんだけど、どっかで歓声すごかったって話してたんだよ。最初の登場した時にすごい歓声だったって言ってた。それ覚えてる、書いてないのに。で、今回もさ、トゥーヒーローズの時と一緒で、撮影 OK タイムみたいのが設けられてたじゃん、最初の。だいたい10分ぐらいなのかな、オープニングから最初の3曲まで。で、今回もさ、みんな撮影してたから、そういう動画をね、SNS で上げてくれるの嬉しいってお話しされてて、翔くんが、俺ね、みんなが撮ってくれたやつ、SNS で見るの好きなの。で、ジンくんも、岸くんも、わかる、面白いよね、見るの楽しみ、めっちゃ見てた、みたいなお話しされてて。で、ジンくん、スマホ片手に持ってても叫んでほしいなーって言ってて、結構ブレてたりとか、声が入ってたりする方がより嬉しい。自分たちのかっこいいのはもう別で撮ってくれてて見れるから、そういうのが見たいんだっていう話されてて。で、翔くんがこの間見たのは、やばい！あと充電 1% だって言ってて、
って言ったら、ケシ君が、そこは充電してきて、充電持ってきてみたいなこと言ってて、ジン君は、モバイルバッテリー持ってきてね、みたいな。で、翔君が、でもさ、撮ってて意味あんのかなってくらいブレブレの人もいいんだよね、みたいな言ってて。ケシ君、盛り上がってくれてんだよね。ジン君、俺らが30人ぐらい見えるみたいな。で、翔君が、逆にたまにすげえ綺麗に撮れてる人、盛り上がってないってこと？ジン君、確かにね。翔君、俺それ見つけたらブロックするよって言ってて。ジン君、それはやりすぎよ。翔君、やりすぎか。それは俺も思ったって言ってて。でも俺らのこと撮ってくれるのは嬉しいんだけどさ、みんなの顔が見えなくなっちゃうんだよねっていうのも言ってて。そしたらケシ君が、皆さんのこと見たいんで、自撮りしてほしいって言って、めっちゃ笑い起きてて。いや、皆さんは俺らが見たいと思うけど、俺らは皆さんを見たいんで。そしたら翔くんが、誰かお願いだからやってくださいって言ってた。で、まだまだ盛り上がりますかみたいになって、じゃあお願いしていいですかって言って、岸くんに二人がお願いしたら、岸くんが、次はやばいナンバーです。これなんて書いてあるんだろう。やるんで、ちょっと読めない。とにかくここで岸くんの煽りがあって、調子はどうですかって声かけしてくれて、この感性どうみたいな感じで翔くんに聞かれたら、無理ですわって言ってて、でまたその後に、マジで調子はどうですかって聞いて、わーって歓声が起きて、盛り上がっていきましょう、ジンくんもこのバイブスのままって言って、4曲目のノーイエスが始まるの。これむちゃくちゃ爽やかだった。もうメインステージの背景が海って感じで、なんかちょっとアルバムみたいな写真テイストな感じで歌ってる3人が映し出されるんだけど、ほんと最初の3曲がめちゃくちゃかっこいい系の曲だったから、急に雰囲気変わって、また良かったよね。で、5曲目が花びらが舞う日に。で、会場全体がピンク色に染まって、バラが降ってくるみたいな演出だった。で、ジンくんが歌うパートで、なんか、岸平の二人が、後ろの方でわちゃわちゃしだしたなって思ったら、ちょっとラッパーみたいな、ラッパーごっこみたいなの始めてた。で、6曲目が Is It Me? 最初のとこ？なんかね、岸平の二人がこうやってやってたの。で、始まる瞬間に二人が逆に向いて、ここに立ってた、ジンくんが、こうやってポーズ取ってて、可愛かった。で、この曲は、センターステージで歌ってくれたんだけど、トゥーヒーローズの時と同じで、椅子の演出だったりとか、マイクスタンドの演出もあって。で、メインステージの、こう、背景だけ、ミラーボールが輝いてる感じの絵になってた。で、7曲目が、愛。で、基本的にどの曲も歌詞がね、メインステージの背景以外のモニターには表示されてたの。で、これは、メインステージの背景に、手書き風の文字で歌詞が表示されてて。後半はね、金のテープが何回もパーって放出されてた。で、ありがとうって言って、そっから、ここから MC なので座ってくださいって言われたの。そしたら翔くんが、はーいって言ってすぐ座ってて。トイレ行くなら今ですよ。3人はトイレ大丈夫？とか言ってて。で、結構近くまで行けたねって。確かにムービングステージが広がって行ってたから。で、すごい形だね。上系だね。上系？正方形？新鮮ですよねみたいな。で、ジンくんがペンライトの色変えてくれてましたね。ああいう温かさが僕たちは嬉しいですって言ってた。それはね、キング&プリンスの時からずっと言ってくれてるよね。で、結構歌ってくれてる人いたよね。え、ちょっと待って、見られてるとか思ってちょっとドキッとしたりして、多分ドキッとしてる人いっぱいいたと思う。まあもちろんよくは見えたけど、自分のことは視界に入らないんじゃないかって思ってたから、その言葉はこっちからするとすっごい嬉しい。見られてたかもしれないっていう希望が生まれるから、本当に嬉しい。嬉しかったな。で、そのなんか歌ってる人いたみたいなとこから、CD 聞いてきてくれたのかな？聞いてきてくれました？みたいな翔くんが言ったら、岸くんが来るとき聞いてますよ。そうだよね、そうであってねって言ってて。で、そっからジンくんが、みんなとのギャップ、どうだったんだろう、あったのかなみたいな。初めて歌うところ見る曲ばっかだから、新しい発見いっぱいあるでしょ？誰がどこ歌ってんのかとかさ、声でわかるくない？みたいなこと言われてて。自分の推しはどこ歌ってとかさ、ことを言ったんだけど、その瞬間、私も見てたよ。言うてもね、3階の2列目は、メインステージの顔までは見えないの。だからそういう時は、特大画面の方を見てるわけじゃん。岸くんのことずっと見ながら聞いてたから、ちょっと岸くん画面の端側にいたんだけど、こうやって喋ってたけど、その話の途中でマイクが
歯にカンって当たっていてみたいな感じのリアクションあったんだけど、カメラさんがさっと気を利かせたのか、すぐ画面が切り替わったんだよね。翔くんそれ見て、多分その話題行きたいのよ、翔くんは。岸くん、歯当たったみたいな、ずっと言いたそうで。でもなんか、ジンくんと岸くんの会話がずっと続いてるから、二人の会話が止まるのをすごい、翔くん待って、待つ間すっごい笑ってたよね。でも多分そこ見れてない人もいただろうし、私みたいに多分そっちに気が散っちゃってて、二人の話あんま入ってきてなくて私。多分でも私みたいな人いっぱいいたのかな。ジンくんはそれで不安になっちゃって、あれ?なんか違うっぽいな。多分違うこと言ってるね、俺。そしたら岸くんが、絶対合ってると思う。推しがこんなこと言うなんて尊いって思ってるよね、みたいな。で、ちょっと一区切りあったから、そこでひょうくんが、その間3回ぐらい、崩れ落ちるぐらい笑ってたんだけど、真ん中で。やっとね、ひょうくんがここで、岸くんファンの皆さんが見えないところで、マイクに口ぶつけて、言ってって言ってて、何年やってんのよ。で、岸くん、マイクって鉄なんすよ、みたいな。で、職業病だよねみたいな。職業病っていうか、マイクで前歯かけがちだよね。実際かけた人いる?そしたら3人が、はーいって言ってて。もう岸くん嬉しそうに、マジでそうだよね。みんなね、かけたよね。そうだよね。わかるって言ってて可愛かった。で、ジンくんが歌っててジャリジャリするよねって言ったの。ひょうくん、アサリ食べた時みたいな感覚。で、ジンくん、どっちかっていうとしじみかな。岸くん、そこ?で、翔くん、それ奥歯一本欠けてるよ。で、これ、ジンくんかな。芸能人は歯が命って言いますからね、って。で、この後なんか急に岸くんが、発言があれですけど、やっぱいいですね。夏なんで、布が減ってきて。ジンくん、卑猥なこと言ってる。岸くん、こんなの全然 OK ですよ。全然大丈夫だよ。って言ってて。で、T シャツ1枚、みたいなことを誰かが言って、ジンくんが、クールビズって笑ってて、今はまだちょっと中途半端かなみたいな。で、ジンくんも変なスイッチ入っちゃって、ちょっと洋服見せてよみたいな。で、外寒かったですか?明日は暑いらしいよみたいな。そしたらね、ファンの人が結構上からだったと思う。暑いよみたいな。そしたら翔くん、盛り上がってる証拠って言ってて、岸くん、ホットな場所にしましょうだから。そしたら翔くんが、ホットが寒いみたいなこと言ってて。岸くん、盛り上がってくよーって、翔くんがその、熱いよーって言ってくださったファンの方、くれないだーみたいな感じだったよね。トシさんいたみたいなこと言ってて。で、今から熱くするからと言ったら、数名が、ヘイみたいな感じのリアクションだったっぽくって、翔くんが、使用人が、ヘイってみたいなことを言ったら、岸くんが、ちょっと緊張してた。やっぱ僕たち目の前にしちゃうと、みたいに言ってた。でもなんか初めて見た人たちとかは今日来て、あ、こんな感じなんだって思ってんのかな。いやいや、変なグループだよね。初め受け込んで With me, okay って格好つけてるのが、こんな話ばっかしてて、肌の露出が、トシさんがとか言って、ジンくんが前回喋れなかったもんね。そしたらショウくんが、そうなのよ、喋りたかったわよって言ってて、可愛かった。で、そっから初めての情報解禁いたします。嬉しいことです。お待たせしました。ファンネームって言ったら、ガーって盛り上がって、こうやってポーズ撮ってた。で、聞きたいですねみたいなこと言って、いや、聞きたいでしょみたいな。からの、アイリーズっていう発表があって、スクリーンにドーンってアイリーズって出て。で、ジンくんが、だから、アイリーズ、みんなのこと指していったの。そしたら翔くんが一個飛ばしてアイリーズみたいな、なんかこう、お笑いのね、ネタみたいな感じだって言ってて。で、このアイリーズが一番多かったんだって。インスタで募集した時とかに。で、愛だけ、ナンバーアイとお揃いにしたかったんだって。で、LY の意味があるんだよねって話になって、お願いしますって岸くんが言われて、岸くん、ジグヒラ、え?岸くん、いや、わかるけど、一応説明してもらっていい?でも岸くんが、愛はナンバーアイの愛とお揃いで、L は、ラブ。翔くんが、Y は?で、ジンくん、みんなで?岸くん、ウェーイ。せっかくだったら聞いていいですか?みたいになって、You。あと、I love you。で、このポーズもしてて、愛しい人っていう意味もあるって言ってた。
まあ、とにかく岸くんが、まあ、わざとかもしれないけど知らなかった人のリアクションしてたのがまた面白かった。でジンくんがね、男性も言ってて恥ずかしくない名前にしましたって言ってた。でさ、100何件も候補っていうかあったらしくて、応募っていうか集計した名前たちプリントみたいな紙があって、それを3人が見ながら話してくれて、ジンくんがみんなファンネーム院大で募集したけどひどいのあったよ、一回お話ししたいみんなとって言ってて、3人がそのひどい名前をこう探してたんだけど、その中でひじきとか、確かにひじきって言った瞬間にちょっと笑いざわつきみたいなのがあって、私もひじきみたいな感じだったんだけど、ジンくんがそれはまだいい方だよ、だってひじきの日は平野の日、神宮寺の寺、騎士の木、3人の頭文字を取ってひじきだからって言われたらちょっと腑に落ちたっていうか、だからあそこまで変な怒るほどの名前じゃないなって、もう怒るほどっていうか別にありっちゃありだもんねただ次の飼育員、これについては3人がこれひどいって言ってて、で翔くんが飼育員って言った人、終演後楽屋集合ね、ちょっと飼育員って書けばよかったみたいな気持ちにみんながなったと思う。で3人が3人とも飼育員ひどいってなってたのに、ひどいって言ってたのに翔くん途中で、あ俺らが猿ゴリラチンパンジーだから飼育員か、ダブルユータが今気づくみたいになって、でも翔くんよりふざけてますねみたいになって、あとマイメンとかモンキーズとかもありますね、呼ばれるの皆さんですからねって言った後に、モンキーズとかなくない？ M ステとかでさ、あの低い声で呼ばれるとき、モンキーズだよ、絶対やだよみたいに言ってて、ちょっとんって感じだったんだけど、まあ、話は流れていって、で翔くんがまたそのプリントの中から、ジョージそれ一人だからって言った瞬間に、岸くんが一人じゃねえわって言ってた。でもね、可愛いやつもいっぱいあったよって言ってて、翔くんがそういえば俺ラップで言ってんだよ、 Yo アイリーズって、ジンくんあ言ってたね、気づいてる人もいたかもしれないね、翔くんフラゲしてんの、後で撮ったやつ見返してみて、で岸くんもこういう時見返せるのいいよねって言ってた。飼育員とかだったらジンくんが呼びたい時に Hey Hey 飼育員のみんなって呼ばれるんだよ、ちょっとね実際に呼ばれたら悪くないと思っちゃった自分もいたけどでもアイリーズだったら煽りやすいし呼びやすいって言ったら、ここで翔くんが初めてさっきの違和感に気がついたっぽくって、あそういうことか、俺たちが呼ぶ側、ジンくんあやっぱそうよね、さっきなんかおかしいなって思ってたんよ、 M ステで呼ばれるとか言うからさっき流しちゃったって言ってて、翔くん M ステずっこけてて、あーだったら俺たち M ステでひじきーって呼ばれないわ、ナンバーアイって名前があったわ、呼ばれるのはファンの人たちだった。でジンくんに皆さんは呼ばれることはないって言ったら、翔くんが来週出るでしょみたいに言ってた。でも岸くんがほんと何回も何回もナンバーアイとアイリズの愛がお揃いでいいよねって言ってて、この時もお揃いだしいいよねって言ってた。なんかお揃いなことを喜んでくれるその感じが可愛すぎる。その後ちょっとね、ジンくんが水飲んだりとかして間ができたんだよね、間ができそうになったのか、で岸くんが唐突に早いっすね時間が経つのもって言って、翔くんに下手じゃないとか言われて、そうやって粒立てて言うから人と喋ってる時の間の管理が難しい。翔くんに岸くんって意外と実はすごい人見知りだよね、岸くんそうだね、翔もだよね、ジンくんでも翔はトライするじゃん、翔くん俺も人見知りだな、今後仕事でこの人とやるって分かってたら頑張ろうって話すけど、プライベートで友達が連れてきた友達とか、なんとかの社長ですよろしくみたいな人苦手みたいな、岸くんと共感し合ってて、ジンくん友達の友達もダメなんだ、岸くん距離感のつかみ方がむずい、相手が結構パスくれたら行きやすいって言ってて、で翔くんが3人でご飯って言って、もうその時点ちょっと笑ってて、多分家庭の話なのかなあれ、岸くんと自分の友達と3人でご飯で行ったとしたら、翔くんがトイレに行っちゃったとしたら、いやー時間経つの早っすねーって言いそう。で岸くんリアルにあるよない、翔くんそういう時は話しかけられないようにするって言ってた。あメモしきれてないな、明日はって書いてある。
なんだこれ。とにかくそのちょっと電話って言って親しい友達が電話に出てっちゃったとしたら、岸くん飲みたくもないドリンクを飲んでお腹タプタプになる。でもしばらくしたら無言の時間とかもあるかもよみたいな話になって、間がね心地よくなる関係性もあるよねみたいな話から、間の練習しとくみたいになって、あの広い会場で間の練習をすることになったの。でも秒で岸くん、いやー時間経つの早いっすねって言った瞬間に、ひょうくんがそれ使っちゃダメって言ってて、プロって言われてた。でアイリーズに向かって、人見知りな人いる？皆さんもあるある？って聞いてくれて、そしたらギリーって声上げた人がいて、え何？ギリーって言って、ひょうくん素直だねー。でジンくんに、陽キャでしょ、ギリーって言えるのすごいよ。で岸くんは翔くんにもうマイクなしで話し始めちゃったみたいに言われてた。なんて話してたんだろうね。で皆さんと喋れてよかったって、ギア入れますって言ったら、あまだまだギア入れないって岸くんが言ってて、その瞬間に翔くんがちょっと転びそうになってて、転びそうになってたよね。そしたらね、どうやらちょっとチル系の曲、チル系みたいなこと言ってて、岸くんが僕らに身を委ねてくださいって言ったもん。翔くんも思わずかっこいいって言ってて、8曲目バナナが始まったの。3人がステージに座って、会場の照明はちょっとオレンジっぽいカラーで、で中盤のジンくんの計画なんて立てない、いらないってとこあるじゃん。ここで翔くんがねパッと立ち上がって、なんか真ん中に行こうとしたのかな、二人の。そしたら岸くんも立ち上がって、ジンくんを真ん中に入れ替わる形になったので、キュッて三人がぴったりくっついて、多分そこ計画になかったんだと思うの。だからちょっとジンくんも歌いながら笑っちゃってて、あそこはみんな湧いたと思う、可愛すぎたもん。あともう一個、翔くん猿にもなってた。でこの後がね、すごいなんか青い光が差して、すごい風の音になって、こういう系の曲あったっけみたいな。で、和っぽい音なのよ、それが。ボンが来るのかなって思ったんだけど、センターに布を覆いかぶさったダンサーの方がいらっしゃって、ピンクに光ってたかな？その方のソロダンスみたいな。なんか布を結構引っ張ってきた長い布で。そしたら最初にジンくんが出てきた。で、こっから一人一人ソロダンスっていうか、ダンサーさんが大勢ついて、なんだけど、一人ずつのダンスっていうか、まずジンくんじゃん。その後岸くん。で、ちょっと背景が水？滝？みたいな感じ。で、その後、翔くん。あれ、炎かな？で、上から煙みたいなのがファーって出てきて、スクリーンにバッて英語が映し出されて、英語できないから、なんて書いてあるか全然わかんなかったんだけど、一緒に行った方が英語できる方だったから、書いてありますって聞いて、ネクストコレオグラフィー by ショーって書いてあって、今からのパフォーマンスはショー君のプロデュースしたやつですみたいなことだと思うんだけど、障子みたいなのがファーって出てきて、また一人一人出たり消えたり出たり消えたりとにかく障子を使ったパフォーマンスがあって、で最終的に3人が正座してボーンが始まったの。かっこよかった。やっぱみんなボーンボーンってやるかなって思ったんだけど、ペンライト持ってるからさ、ボーンボーンボーンって感じでみんなペンライト振ってた。で11曲目がブロイヤーカバー。もうこれがやばいセクシー。3つのシチュエーションがこうステージに、最初洋服ラックに椅子みたいな場所にこう女性が入ってきてソロダンス、同じステージ上なんだけど、ドセンターが食卓みたいになってて、そこにも女性ダンサーの方がソロで踊られて、で最後一番端、あでも待って、今この画面から見るとこっちからだね。ここが洋服ラックで食卓で、端がソファーみたいな感じなんだけど、おのおの女性の方がソロダンスをしてくださって、そこにメンバーが入ってくるみたいな。でがっつり絡みのあるダンスしてくれるわけですよ。そうするともうほんと会場から悲鳴みたいなキャーが起こって、すごかったね。もう本当に大人のダンスだった。あれも芸術ですから、美しかったから。だからまた新しいね、表現の形っていうのを見せてもらえたなっていう、進化してるなナンバーアイみたいなとこあるよね。でレインオアシャイン、メインステージのスクリーンもちょっと古いエフェクトみたいなのかかってて、同じねステージ上にいるんだけど別空間にいる感じで、こう一人一人画角が区切られてるみたいな感じだったの。でさ、あれ全員飲み物飲んでた？パッて見た時に翔くんがグラスに入ってる飲み物を飲んでるとこ見たの。グラスじゃなかった？
ボトルだった、とにかく飲んでて、あ、飲んでるって思ったんだけど、別の方のレポ見た時にジン君も飲んでたって言ったから、私キシ君の飲んでるとこ見逃してんのみたいな、もしか飲んでないかどっちかだと思うんだけど、そういうなんか細かな演出も一人一人あったと思うんだよね。で、おのおのね、そこでちょっと着替えるんだよね。もう一番すごい歓声は、ひょうくんがシャツを脱いで上半身裸になった時、やばかったね、エグかったね。そんなもうファンからしたら、もうやばい、やられたみたいな気持ちになってる方々もたくさんいたであろうところの、まあ、そういうファン心も考えた上で気持ちの切り替え、リセットさせてくれるためにこのセトリなのかなってすごい思ったけど、あれ次の曲なんだっけみたいな、いつものナンバーアイだよみたいな空間にしてくれて、ジン君は浸っちゃった、なんかちょっと恥ずかしかったけどって言ってて、で翔君は、岸くん、注文お願いしてもいいですかって岸くんが、よろしくお願いしますって言ったら、スクエアワンが始まるっていうね。もうスクエアワン大好き。メンバー一人一人のことも入ってるし、岸くんおごりなさいのとこあるじゃん。ここちょっとね、翔くん、悲しく調っぽく歌ってた。すごい楽しいよね、この曲ね。最後の特攻、パーンってなったらめっちゃすごかった。で、ここでダンサーさんの紹介みたいな、センターステージまで皆さんいらっしゃって、ちょっと名前まで覚えられなくて申し訳なかったんだけど、ダンサーさんの名前を呼んでソロで踊っていただくんだけど、それをみんなで囲って、おいおいみたいな。で、最後の曲が14曲目、ゴート。最初も歌ってるんだけど、盛り上がりの絶頂で来るゴート、まだまだいけるって感じで、こっちも覚醒しちゃってるからすごい盛り上がったと思う。なんか踊り狂いに行ってる自分みたいな気持ちになった。3人歌い終わって振り返ってそのままはけていっちゃうんだけど、あ、もう終わりみたいな。で、その後ね、アンコール、ナンバーアイ、ナンバーアイって言ってはみたんだけど、私。ただ、会場が広すぎてっていうのもあるけど、あっちでもこっちでもナンバーアイって言ってるから、ちょっと訪れみたいなすごいあって、で、どっちに合わせて言ったらいいのっていう人もたくさんいたと思うから、まだアンコールに不慣れなアイリーズだったんだけど、3人アンコール出てきてくれて、15曲目、ミッドナイトシティ、16曲目、夢の続きを歌ってくれたんだよね。だから結構アンコールはしっとりしたムードだったんだけど、個人的に感じたのは、全部通してファンさめちゃくちゃやってるっていうイメージなくて、手振ってくれてる感じの印象があったから、トロッコとかもあったわけじゃないし、ただあれだね、2階3階、なんかね、ステージの横ぐらいに上がれる階段みたいのがあって、2階か3階のところに顔出せるんだよね、メンバーが。一瞬、え、来てくれるみたいな、上がってきてくれて、その通路のとこ渡って来てくれるみたいな気持ちにはなるんだけど、そっからは上がってくることはなかったんだけど、でもなんかそれ見て感じたのは、やっぱり前会社にいた時はアイドルとして活動してたけど、これからはやっぱりアーティストなのかなっていう印象を受けた。でもなんか皆さんのレポとか見てたら、最終日ファンさんの話とかもしてたから、全くしないわけではないと思うんだよね。ただ初日の昼公演は控えめに見えたなっていうお話で、最後に一人一言ずつ言ってくれたんだけど、その中で翔くんが、またすぐ会いましょうって言ってたから、あれみたいなそしたらね、ツアーの発表があったじゃん。だから今回参戦できなかった方もチャンスはありますよね。しかもだって今回関東が埼玉だけじゃん、いろんな地域の方が行きやすくなるよね。だってさ、応募の段階で、あ、遠すぎて行けないって断念されてる方もきっといると思うから、一人でも多くの人に会いに行きますっていう気持ちで多分いるんだろうね。で、ライブ自体は13時半から始まって15時14分に終了しました。全部話しきれてるかな。なんか多分メモもね、さっきなんて書いてあるかわかんないってなった部分もあったし、話してる途中で思い出したこともあったから、メモしきれてない部分もあるなって再確認したんだけど、でも全体的にこんな感じの内容だった。私もね、こうお伝えしながら当日のことをまた思い返して、いや本当にかっこよかった。素敵な時間を本当にありがとうございます。人を幸せにしてくれますね、本当に。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。